第25話、オデッサの激戦。岡田敏夫先生が、富野義行の良識について話しているよ。えー、マクベですね。マイク持って。まあ、小指立ってないだけまだ上等ですね。ええー、オデッサ作戦の総司令官、レビル将軍、聞こえるか私はマクベだ。自己紹介から始まります。ここで手を引いてくれねば、我が方は水素爆弾を使う用意がある。水素爆弾って言葉を使うのは、まあ、 まだですね、あの、富野さんにですね、これテレビで子供向け番組だという良識があるからですよね。あの、水爆とか核兵器って言うと、一回目のチェックで弾かれるんだけど、最初に水素爆弾って言っとくと、わかんないスポンサーとかテレビ局のやつはスルッと通してあるだろうと。で、その後水爆とか言っても気がつかないに違いないと思ったので、わざわざ水素爆弾っていうふうに一回言ってるんですね。ちょっと聞き慣れない単語を使ってるんですよ。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに、あの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。